コンドハルナのラジオ放送局。どうも、DJ のコンドハルナです。まあ、ここから普通話すんですけど、今日はいつもですね、動画見てくださってる方、コメントをいろいろいただいたりするので、そのコメントについてお返事をしていきたいと思います。なんかね、よくね、新規のお客さんを、YouTube ではどんどん撮る、その撮るような、まあ、食いつくような動画をした方がいいというふうに、まあ、言っていただくことが多いんですけど、まあ、僕はね、まあ、YouTube 限らずですけど、まず自分のこと知ってる、くれてる人たち、自分の周りの人たちっていう人を、やっぱりね、なんだろうね、貢献したいなっていう気持ちがあるんですよね。はい。だからまあ、見てくださってる方ね、いつもとても感謝しております。はい。そういう人たちに、まずはメッセージをしっかりお届けできればいいなと、僕は思ってます。それでね、まあ、だんだん広がっていってくれたら、それが一番まあいいかなと、はい、いうふうに思ってますので、はい、よろしくお願いします。まあ、あと僕の最近のまあニュースというか、あるんですが、僕、まあ、もともと小学校の時から、左耳がすごい悪いんですよね。はい。で、まあ、もともと悪いっていうのもあるし、最近さらに悪くなって、まあ、あのね、おそらくね、聴覚が、普通の人の半分ぐらいか、まあ、3分の2ぐらいかな、聞こえるのがね、はい、ぐらいです。だからあんまり聞こえないんですよ。で、パチンコなどでね、最近ありがたいことに声かけていただくんですけど、結構聞こえない時が多いです。はい。なのでね、ちょっと申し訳ないんですが、ちょっと声を大きめにしてお話をしていただければと思っております。僕、耳がかなり悪くて、はい。まあ、別にパチンコが原因で悪くなったわけではないんですけど、はい。っていう感じで思います。あと、まあ、パチンコね、他の動画でもお話してますけど、大体、動画見ながら言ってます。はい。でもそこは気にしないでください。気にせずね、お声掛けしていただけたら、とってもありがたいな、というふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい。あと、まあね、まあ、電車中とかは、まあ、なるべくだったら、まあ、声かけないでいただきたいなと思うんですけど、まあ、全然、声かけないで行っちゃうよりは、声かけてくれた方が嬉しいので、はい。声かけてもらっても大丈夫なんですけど、ただ、ちょっとちゃんと目を見て、話してないかもしれないですけどね。はい。ちょっと、電車ポッチ中とか、アタッカーとか見ながら、話すという感じになっちゃいますので、ご了承いただければと思います。はい。そんな感じで、皆様からいただいたコメント、動画いろいろコメントいただいてるのでね、お返事していきたいと思います。まずね、ひねり打ちの仕方を教えますという動画で、ね、チャンポンタさんから、はい。さすがにうまいですね。かなこさんは無双でもひねり打ちしますか？はい、ありがとうございます。まあこれね、返事では、まあ基本的には打ちっぱなしですよって返しちゃってるんですけど、8個ぐらい入る瞬間に、強く打つ。で、それまでは弱く打つ。っていうことをやることが多いです。はい。まあめんどくさかったらずっと弱め打ち、ちょっと弱く打つことが多いですね。はい。なんで弱く打つかっていうと、弱く打った方が結構フロック、おまけ小球口に入ることが多いんですよ。はい。なんで弱く打ってて、最後8個ぐらい入ったら強くすると。いう感じです。でもそこから打ちっぱなし、止めることもしないです。はい、そんな感じですね。はい、無双は。はい、続いての質問です。電サポ中の止め打ちマスターの仕方という動画での質問です。ああさん、質問ですが、増える台は保留が満タンになっても増やすために打ち続けると思いますが、維持と減る台は保留が溜まったら打ち出しをやめるって感じですか？はい、ありがとうございます。そうですね。まあ増えるのは当然どんな椅子かかると打ち続けるんですが。減る台は、これはね、スルーに入らなくて減るのか、スルー、電サポ周りが悪くて減るのかによるんですけど、スルーが悪くて減るだったら、スルーが通ってる限り打ち続けることが多いです。はい。なので使い分ける感じですね。で、まあ、当たりがもう確定してたら止めると。はい。そういうイメージでやっていただければいいと思います。はい。続きまして、ファバックチク太郎さん。はい。ありがとうございます。出玉に関する質問なんですが、例えば、画面上の獲得弾数が4000発とします。しかし実際の獲得弾数を数えると3600発だった場合、これは出玉 10% 減らされているということでしょうか？そして止め打ちを駆使することで出玉 5% 程度になるのでしょうか？お難しいと思いますが、回答していただけると幸いですと。はい、ありがとうございます。台にもよるんですけど、画面上の獲得してるのって、自分が打ち込んだ弾は減らされるんですよね。はい、だから4000発獲得しても、それを300発打ち込んでたとしたら、その300発はもう含まれてないので、だからどうしても3600発、実際は獲得してる弾みたいな感じになることが多いですね。で、まあ、そうですね、ひねり打ちとか止め打ちをすれば、
増やしたりとか、することはあります。はい、という感じです。はい、続きましてパチプロのごく普通の一日という動画ですね。のびのびさんからいただきました。なるほどね、今までは回転率だけで見てたけど U タイムプラス回転率で立ち回ると勝ちやすくなるねと。はい、ありがとうございます。これね、まあその時点で動画にも出そうと思ったんですけど、まさにこれが今のパチンコの立ち回りかなと僕は思ってます。はい、まあ昔はね、期待値出すにも自分の台でしの台でしかの期待値でしかなかったですけど、自分の台プラス他の台の U タイムを見てと、はい、それのプラスアルファ、そっちの期待値の計算はちょっと難しくなるんですけど、そっちもプラスアルファして期待値が出せるということなので、まあね、結構動画でも言ってるんですけど、なるべく大型店で台数入ってるお店に行くと、はい、そうすると自分の回転数台だけ見つつ他の台も見えるという風になるので、かなりいいと思います。はい、続きまして、年明けの3日間で期待時給3500円 ×30 時間打ってた攻略を全部公開という動画です。もちちさんから、はじめまして、初歩的な質問かもしれないですが、本日たまたまものすごい丸物語を見つけました。1日打ち切ってしまったのですが、締められないように少しずつ打つのと1日打ち切るのどちらがよろしいですか、よろしければ教えてほしいですと。はい、ありがとうございます。あ、これはかなりね、いい質問ですね。まあ全部そうですけど、はい、ありがとうございます。基本的にはもうとことんもう打ち切るスタイルで僕はいいと思ってます。それぞれ個人の意見はあると思いますけど、はい、特に海物語は多分店が開けるべくして開けた台だと思うので、打ち切り、もう家で掴んだらとにかく打ち切るってスタンスでいていいと思います。まあね、たまにね、万年釘とかで、でバラエティコーナーにある釘とかで、もうずっと絶対釘を買えないだろうなみたいな、はい、いいところがあって、で誰もライバルも少なくて気づかれないみたいなところがあったら、まあ自分が打てる台がなかったら、そこの店に行って、まあ1時間とか2時間とか打たせてもらって、抜くみたいなことを考えることもありかもしれないですけど、まあそんなに考えなくていいかなと、僕自身は思ってます。はい、続きまして、パチプロの1日の最高勝ち額と負け額という動画です。斉藤光さんから、パチンコでの最高期待値聞きたいです。機種とか回転率とかです。はい、最高期待値はもしかしたら、僕がもうほんとね、2週間ぐらい前に言った冬空のアマデジ、それが27回回って設定がもう5以上は確定でも、ほぼ間違いなく6だと思う。はい、ほぼ6だとすると期待時給がおそらく6500円ぐらい、はい、多分それが最高だったんじゃないかなと思いますけど、それか昔アマデジの沖縄のいくつか忘れましたけど、アマデジの沖縄海、はい、で48回回ったと、終日打ち切ってね、はい、それがねありました。はい、おまけ賞金口がめちゃくちゃプラスで、まあ意図してプラスで、そんな調整になってて、だからもう球が減らないって感じですね。はい、で48回ぐらいかな、はい、回ったのがありました。まあどっちが期待値高いですかね、ちょっとそう分かんないですけど、まあ多分ミソの名前でちょっと期待値高いかもしれないですね。はい、初めてひねり打ちしねえ方が絶対時給出るなと思いました。時間優先させてね、はい、そんな感じです。はい、続きまして、プロの技を見せようかという動画です。原です。山ちゃんさん。クッキーの作り方もお願いします。いや、白馬さんじゃねえわ。幸せクラブさん。映画の作り方も教えてください。いや、マイケル・ムーアじゃねえわ。はい、続きまして、AF さん。質問です。最近、リングのアマをよく打つのですが、右打ち中に左右振り分け打ちをして、へそ掘りを貯める理由は何でしょうか。そんなにパチンコ詳しいわけではないので、リングアマを打つ上で基本的なことだったらぜひ知りたいです。はい、ありがとうございます。はい、右打ち中に打ってスルーに通すと、電柱が開くんですよね。で、電柱はへその下にあります。なので、電柱を拾いつつ左に打つことでへそ掘りも貯めておけるんですよね。ただ、まあ、電柱消化した後にへそが減っちゃうので、絶対枯らさないっていうのが、絶対条件ですけど、そのために左にも打ちます。はい。なので、まあ、同じような要素で、さっきのアチガのアマデジとか、アマデジじゃなくてもまあできるんですけど、どっか、まあ、一応漆黒もまあ、ただ電柱は右側にあるんで、そこまで恩恵が強くないですけど、できたりもします。はい。最近だと、ちょっとまだ、しっかり分かってないんですけど、銀パラもおそらく、電柱中ではないんですけど、大当たり中に左打ちする。はい。と、アタッカーで拾いつつ、左へそ掘りを貯めれると。はい。ただ、絶対電柱掘りを途切れさせちゃいけないので、無限ってボーナスあるじゃないですか。時短が
1万回だっけ、つくやつ。あれがね、どんくらいのスピードで消化できてるのかっていうのを僕まだ把握できてないんですよ。あれがめちゃくちゃ速くて、電池が途切れちゃうんだったら、ダメですけど、途切れないんだったら、大当たり中に、左側に打ってもいいかなというふうに思います。それはまあ、また分かったらちょっと、シェアしたいと思います。はい。はい、続きまして。一般ユーザーが U タイムだけで月に50万の期待値を積む方法1から、クマチャンネルさん、はい、やっぱり本当にうまい人はみんな U タイム消えてほしい派なんですねっていうことですね。はい、まあ、みんなかどうかはちょっと分かんないですけど、まあ、僕はあんまりね、もうなくていいかなと、はい、思っているタイプですね。はい、やっぱりね、期待値をね、この間のブースのアマデジュって思いましたけど、期待値を積んで1日その席について分回すっていうのは楽しいじゃないですか。はい、ただね、そういったことで、言ったところでね、変わるわけじゃないので、はい、現状ある以上はそこと向き合って、やっていかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。クラフトボスさん。言われた通り寝ずに24時間、30日間 U タイムと考えたら入院しました。助けてください。すいません。はい。はい、続きまして、パチプロのごく普通の1日シーズン2ですね。京くんさん。コントさんってパチンコは独学ですか、師匠的な人いるんですかね、っていうことですけど、まあ基本的には独学ですね、不思議と。はい、ただまあ、あの漫画のね、まあ、何回か言ってる気がしますけど、星沼さんっていう方の漫画がありまして、それを読んで僕は勉強しましたね。打つなら語ればという漫画なんですけど、今読んでも面白いですね。もう騎手とかはもう今やないですけど、はい、その人がもうリアルでしたね。ひたすら期待値を追いかけ続けると、で止め打ちをしていくと。でも最初はね、ちょっとオカルトっぽい打ち方をしてたんですけど、はい、そんな感じで勉強しました。はい、そんな感じでお送りしました。はい、まあね、またね、何か質問があればお返事したいなと思いますので、ぜひ今日のコメントとかにね、あの誰かね、こういう例はこうですかみたいな質問とか、また感想とかもね、ぜひどんどん書き込んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、まあ、毎回の動画もね、あのただ見てね、知っただけだとね、まあ、身につかないのでね、自分はまあなんかこう思いましたみたいなね、いうのね、一言でもいいので書いていただいて、アウトプットして、身にすることによってね、身につきやすくなると思いますので、ぜひしていただけたらと思います。はい、ということで今日もご視聴くださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。